はい、皆さん、翻訳すると、あなたは洋楽ヒップホップの曲のリリックの意味を考えたことがありますかこれ見てくれてる方は、多分聞いてる人多いんじゃないかと思うんですけど、皆さん、なんかリリックのこと知りたいなとか、なんて言ってるのか知りたいなとか考えたことありませんかっていうことで、今回のエピソードのスポンサーはキャンブリーです。キャンブリーっていうのはね、英会話、オンラインサービスということで、キャンブリーのすごいところ。 一つ目、キャンブリーをなんとね、先生全員ネイティブスピーカー。ああ、やばいです。二つ目、スマホ、タブレット、PC、いろんなデバイスからログイン可能。今ね、もうどこにいても、どっからでも英会話できちゃう。三つ目、レッスンの録画機能。チャットの自動翻訳スキル、何を言ってるかとか、自分が言ってることを伝わらないとき、どうしたらいいんだろうってなるときにチャットで日本語、そしたら自動で通訳。すぐコミュニケーション取っちゃう。うん、めっちゃハイテク。 4つ目、予約なしでオンラインでいつでもどこでもレッスンの受講が可能。うわ、ちょっと今日英語勉強したいな。うわ、これ今日出たこの新ル知りたいな。ちょっと英語勉強したい。今日ログインできるわけですよね。皆さんぜひぜひね、キャンブリーを使ってもうちょっとね、英語を勉強しよう。やっぱり英語できたらかっこいいですよ。ということでですね、下の方の概要欄にクーポンコードが貼ってあるんですね。ゴールデンラッシュ。うん。これを入れていただくと、なんと15分無料お試しできます。はい。 今すぐ今日からできるので、ね、ぜひぜひ皆さん試してみてください好きなったら続けなくていいでも好きやったら続けてほしいと思いますということで下の概要欄からぜひぜひチェックしてみてくださいそれでは本編に入っていきましょうカニエすごい、ね、カニエトラビスビックショーン <laughs> とプッシャティとデザイナー9人<ー>のライブが <laughs> そのスタジアムだってははいはい、はい、それの後にシン君が <laughs> 他の大人さんがみんな <laughs> 出てくるみたいでめっちゃやべえみたいな <laughs> カニエと でもあれだよねその後すぐ活動休止しちゃったよねコマーシャルの案件があってそれの後にもう一人いたメンバーがまあちょっとその連絡つかない状況になってしまってパンデミックも始まっちゃって立て直しもできない状況になっちゃって2人にしなきゃいけなくなっちゃったとこもあんです。ね

今回のゴールドネアッシュポッドキャストのゲストはブリーカークロムのお二人です。よろしくお願いします。お願いします。じゃあちょっと一人ずつ自己紹介。ブリーカークロムのケアです。シンです。よろしくお願いします。お願いします。いや、二人若いよね。いや、今いくつ僕21で、僕20、今年24になります。おー、3歳差だ。あ、2個です。僕今年22なんで。あ、今年22の年だ。なので24、今年24年です。おー。 そうなんだちょっと名前をちょくちょく聞いててでもまあいろいろちょっと見てたんだけどなんかどこで生ままれったず僕らは生まれは日本なんですよ2人とも。あそうなんだでも僕が12歳でシンが何歳 ?15 の時にニューヨークに渡米してそこでまあ僕ら出会うわけなんですけどでまた。 僕は三年半過ごして、彼も二年半ぐらい過ごして、で戻ってきて、そこからずっと日本。ええ、え、生まれはど、どこなの?。その。受領は宮崎です。宮崎。はい。宮崎って九州。九州です。ええ、宮崎なんだ。で東京。東京です。そうなんだ。え。で、答弁した時に二人会ったってこと?。そういうことっすね。うん。そうなんだ。それは何お互いなんで答弁し、してたの?。なんかもともと。え。自分。 うん、なんうんつううだろうね、うん、自分がダンスやっててあそうなんだ、はい、ダンス自身だダンスやってて6歳からやっててそれでそれのなんかオーディションみたいなのがあってそれで行くことになってはいはい、はい、へえ当時その日本で結構そのまあ大きいレーベルの ABEX と LDH っていう感じで、そこでプロジェクト太郎っていうプロジェクトがあって前すごい名前インパクトやばい名前のプロジェクトがあって <laughs>、まあ、それが海外で若いダンサーとシンガーの子たちを集めてはい、はい、オーディションを受かった子たちを渡米させて向こうでその、まあ、学校、はい、現地の学校を通わせながらも放課後はダンスと歌と、まあ、あと他にも結構その音楽のソルフェージュって言われるこう

それはそれが理由でニューヨークに行って、uh huh. で僕ら僕は一年先に行っててで一年後に彼が来て<ー>で出会ってそこから同じチームメイトで毎日同じ学校行ってレッスン受けて,て、うん、なるほどねえその時は二人ともそのチームみたいな感じでなんか練習とかしながら実際に向こうで舞台立ったりとかもしてたんだそうですね。 へどういうことをやってたの遊んでっきゃどういすかまあそれこそ学校行って、まあ、舞台だと普通に現地の学校でライブすることもあれば、うん、ちゃんとそういうアジア系のアーティスト集めてイベントもあればでかいところだとアポロシアターニューヨークのハーレムの225ストリートにあるアポロシアターの。はいはいはい まあ、コンテストがあるんですけどそこで僕はソロのシンガーとして出てシン君はえっ、ー、はダンスはい、はい、グループとしてお互いそのコンテスト出るっていうのとかえー、あと多分シン君んだと一番でかいのあれじゃないですかサムジャム花梨さんサマージャム,のジャムそれこそダンサーとしてはいはいはい、はい、サマージャムに出させてもらってそれこそその時ちょうどあのデザイナー、うん、パンダが デザイナーねはいはい。っなった時ででそれをリミックスしたんだねカニエがカニエがそうパート2っていう名前でライフォパブロのアルバムで。あ、そうだっけててそれをグッドミュージックとしてライブしててでその後だったんです。えぇみんないるみたいなす,すごい、ね。カニエトラビス・ビクション。あ、とそれツ2チェンジ とプッシャティーとデザイナー6人のライブがそのスタジアムだってそれの後にシンくんがの他のダンサーがみんな出てくるみたいでめっちゃやべえみたいな何か,かいろんな感情をめっちゃ混ざるそれやばいでえ当時何歳それその時16歳マジで そそのの年齢でその舞台やばいねマジやばかったった、ね、僕お客さんから見てたんですけどカニエめっちゃ好きなんでその後に終わった後にそのしかも踊ってた曲がカニエのモンスターでなんかお客さんはカニエの曲流れるからカニエ出てくんじゃないかと思ったらシンくんち出てきて,てあれすごかった <laughs> あれは流れがよくないかった <laughs> だってカニエたちが前座になるからも 帰りが前座で俺ダンスしますみたいな。<laughs> <laughs> それやばいね。<ば>確かにその工事やばいわ。しかも四人だったんですよ。え、四人なんだ。三十人とかじゃなくて、四人なんだ。四人なんですよ。なんか。それこそライトみたいにつけて。なんか。あのダフトパンクみたいな。感じで。スーツ着て。 <laughs> で4人みたいな <laughs> でクソステージでかいのにもう4人みたいになってやべえみたいな超緊張するみたいな感じででも超楽しかったですよや,だや,だやばいね、うん、その確かに年齢でそれはなかなかねだから結構本当にに何、うん、だろうそのプロジェクトの様子も当時テレビで毎週放送されててあそうだったんだそうでもなんかやっぱ結構そのボーイズグループだったからこう外って。 上っ面な見え方はすごいこうアイドルっぽく見られがちだったんだけど<ー>実際やってることってすごい限りなく本物でしかなくて<ー>ステージもやっぱそういう大きいとこも立たせてもらったしそれこそいきなり連れて行かれたと思ったら「a ッ p ファークのミュージックビデオ参加しろみたいになってマジでとかそういうのが常に毎日こう。<laughs> 起きるっていう状況にいたから本当にこのすごいそういうなんか内側ではマジでリアルなことが起きてたっていうのを結構あんまみんな知られてないことかもしれないそれやばいね、うん、すげえなやばかったそれはもうそんな若,若い頃にやってたんだね<う>すげえなもうずっとアーティストの修行してたってことでしょしかもニューヨークですごいねえどうで日本と違うからさ結構大変じゃなかった生活とかは でもうんでもんか楽しさが勝ってたんで意外となんか若いっていうのもあったのかな高校生みていうか多分今だったら状況がカオスすぎて聞いちゃうけど多分それも分かってない気づいてないし僕アルファベット書けない状態でアメリカ行ってそうえそうなんだしんくんも最初勉強してたけど何も分かんないし英語とかマジで何一つ分かんないマジでそれはすごいね 俺だから選ばれてニューヨーク行ってるから、あもうちょっと英語、さっきもさ英語話してるから、さ普通に、だから、英語最初からできたのかなみたいな、って思ってたけど、全然、ひどい、文字とかか知らなったすごいね、そこ、そんな状況でなたんだ。え、もともと、そのじゃそのオーディションの前から芸能活動はしてたのそうっす、芸能活動、まあ、トレーニング、そうトレーニング、なんんてうだろねレッスン受けるみたいな。 僕がツアー見たそれこそエグザイルさんのバックダンサーとしててましたすごいねだからがダンス6歳ですかそう僕が歌5歳から始めてて5歳から始めたんだそうだから2人とも全然別々の場所なんですけど当時なんか日本で結構スーパーキッズみたいなんて言うんだろう歌がうまいとか子役演技とかそういうなんか タレントがある子供っていうのがブームになっててすごい盛り上がっててシーンがその中でダンスと歌のシーンっていうのが群を抜いてもう一つの社会みたいになっててでその中でレッスン受けたりとか仕事もすごい来るんですよみんなだから今結構前勝利君とか来てましたよ勝利君とかも本当そういう感じのルーツ辿ってるような人で結構今 日本で活躍してきた人たちも若い時意外とそういう子だったっていうのが多くてそこで横のつながりあるみたいなへえまあそれそうだよねだってそんなすごい状況ずつ、うん、えすごいねまず、まあ、だって全米のアーティスト <laughs> 数理すごすぎったい世界突破アーティストん普通にすごいねなんかそういう感じで言ってたんだな,んなるほどねえなんかカルチャーショックとかはなかったのアメリカですか、うんまあ、ありまくりいやまあそうだよねうんなんかまあまずやっぱり アメリカ行くまではか半年前に行くの決まって半年前に決まったんですかもだから本当普通の中学に行く予定だったんだけど絶対日本の中学行きたくないってその時すごい思ってたから<ー>それでいざとなって行ってみると日本人いない状態でいろんな人種の人がいて。うんうんうん 今までこう日本で押さえつけられてたものっていうのを真っ向から否定されるっていうかもっとフリーでいてよかったんだなとかなるほどねそこに衝撃受けたくそはい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 なるほどねどういうカルチャーョッかカルチャーックかえ飯が豆みたいな豆だみたいなメキシカフードからんだろうんかそれこそホストファミリーその それぞれなんかホストマザーみたいな感じで一人一軒,軒ずつみたいな感じで一人暮らしみたいな感じで確か一食目だったような気がするんですけど一食目に豆出てきておー「おお!」みたいな「豆だ!」みたいな感じです豆苦手だった豆ちょっときついっすね <laughs> それで一食目から豆はきついね。確かにびっくりするかもしれ急にアメリカ行って苦手な豆一食目が出てきたら、結構きついね。確かに。結構そのおかげで結構あんま最近好き嫌いないっていうかもはや海外行っても全然全部美味しいなみたいな。あ、そうだった逆にね。そう。そうかそうか。えでもなんかそのやっぱ日本人で若かったからいろんな人が気を使ってくれてなるべく日本のルーツに合ったもの出そう。 てしてくれるんですけどあまりやっぱりそのやっぱ日本人というよりもまずアジア人で見られるんであ<ー>なんかそのその出てくるのが結構全然思ってたのと違くて <laughs> そこでギャップで結構カルチャーショックははいはいはい、はい、確かにねなるほどねえどういうどういうギャップだったのえなんか例えばラーメンとか来ても向こうってこっちって麺料理っていう認識だけどうん、うん、向こうの人って結構スープ料理って ってていう認識の人とかも多くて意外となんかそのスープ全部飲めみたいなとかあとなんかその米米とかも結構そのぐっちょぐちょのやつがあったりとかまあパッサパサのやつも熱いなでもまあ嬉しいからそれは食べるし意外といけるなみたいなでも結構精神的にくるみたいなまあそうだよねそれそうだよなるほどねえっでそれでいろんなことを得て で日本に帰ってきてそのプライムが終わったので卒業みたいなそう,、はい、あそういう感じだったんだえで日本に帰ってきてそ,うですその頃がいくつだったの2人とも十自分が18で僕が161816か、うん、いやえ高校に普通に戻ったあでも18から卒業してたのかそうですあでもラスト1年みたいなのあってあ<ー>それはこっちに戻ってきて、うん、ちゃんと そう聞きました知事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 はい知事高校に戻ったら普通の高校にまあう二人とも同じ高校通信みたいな知あそういうことねでも小学校で出ちゃってるからそうだよね高校いきなり入ってもあんま友達と馴染めないみたいな知事まあ確かにあんま話合わねえなみたいな知事はい結構なんか少人数で動いてたっすけどでもなんかそれはそれで面白かったけどはいはいはい でも結局学校よりもなんかその時って個人になった瞬間だったんで大きい会社からで自分のやりたい音楽ってお互い決まってたからどうやったら自分のなんか生活をもっとフィックス軌道修正できるかっていう方にこうに一点見てなんかトンネルビジョンって一点しか見えてなかったからなんか意外とそっちの方が充実してた。 あそうだったんだえその、うん、<coughs> LDH と AVX のこのプロジェクト終わった後もやっぱ音楽をやりたいってすぐ思ったんだそうそう、ね、なるほどねえそれはどのぐらい前におお分かんのなんかこれから日本に帰りますみたいないきな,りいきなり言われたわ1週間前とかに 1>, 1週間前に 2> 2週間前 1>, 1週間前一週間 2?2? そうきつくねもうか、うん、びっくりまあでもあ,、うん、ある程度3年半っていうのは決まっていてあそうだったんだ だからもうそろそろだなっていうのは分かってたけどはいじゃあもうみんな帰国ですで学,校が卒学校卒業してへえ<ー>じゃあこの残り2週間を、うん、まあこう,こういうことあとやってあとは残りは自由ですみたいなはい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 、はい、だから結構いきなりだからそのそれこそ僕は日本帰ってきた次の日にグループを抜けててすぐははいで<あ>彼<は> そこから1年活動すするんででけどグループ僕も日本帰ってきた瞬間に選択肢選べって言われて、えー、だからその自分がどうなっていくかっていうのが一日単位で人生がこう変わってたからもうその後はすぐバイト探してやりたい音楽をまずもうどうにかこう道を作っていかなきゃいけないっていう状態だったんで結構人生の中では。 トップレベルでハードな時期ではええー、まあそうだよね。でも今思うとすっごい大事な時期だった。はい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 、うん、そうだったんだ。えなんで1年グループで活動しようと思ったのその時はあその時はそのまま続くみたいな自分は続くみたいになってうん、うん、それで1年あってあ<ー>でもそれで結局終わりますってなってうん、うん、そっからそもそも。 なんか音楽制とか,なんかやりたいこと近かったんで、うん、ああもうと2人がねソチヤンがはいはいはいでそれで終わるってなってじゃあ一緒にやろうみたいになって<ー>でもそれこそ当時はてかニューヨーク行くまで僕ヒップホップとかあんまりダンス以外で聞いてなくてうん、うん、はいはいはいで結構日本語の音楽とかどういうの聞いてたのあでも R&B <ー>んかそれこそ、まあ、エグザイルとかはい、はい、あと うんでも結構古い系の曲久保田利伸さんとかそういうのを聴いて育ってニューヨーク行った時にそれが R&B でジャンルに集約されてるって知ってヒップホップも出会っちゃったからいろいろやりたいこともその目標は変わってないんだけどいろいろ見るものが本物を見たからやりたいことも結構増えてきて。なるほどね その中でこう日本戻ってきて僕その何もなかったその1年間っていうのはバイトしながら当時まあ僕はラッパーじゃなくてシンガーなんでまあタイプビートを漁ってそれで歌を作るってことをやってて自分ですねなんかラッ当時まあ2017年とかだからラッパーの人でもタイプビートってあんま浸透してなかったしシンガーでのタイプビート でまあ、そもそもなくて概念にやっぱりみんな。でやっぱり僕すごい影響を受けたのがトラップソウルっていうジャンルでブライソン・ティラーとかパーティーネクストダーとかウィ、ね、ーケンとか、うんうん、トラップベースのトラックに対して R&B を乗っけるっていうソウルミュージックにすごい自分はこう何て言うんだろうやりたいなってなっててでも当時やっぱすごい理解されなかったし。うんうんうん なんかファッションもやっぱいきなり変わって髪も結構ドレッドみたいな感じでトラップのビートの上で歌ってたからやっぱ友達からは結構軽蔑っていうかみんななんかあいつラッパーになったからもう,なんかもういつもうあいつはバイバイみたいな感じで結構めっちゃ友達いなくなっちゃってでも自分自身はそれが本物だっていうのをアメリカ行った時のプロジェクトで教えてもらったからそれが次来るってのも分かってたし。 それをコツコツ1年やってでプロジェクトが終わったタイミングで彼と一緒に声かけて、まあ、ブリーカクロームっていうのをやろうっていう感じだったんですあじゃあケンヤがこ,これやろうっていう感じだったんですかまあ何かグループブリーカクロームとしてやろうっていうよりは、はい、声かけたのは他にも何人かいたんですよ。もともとのプロジェクトのメンバーが、はい、多分まあ多分4人ぐらい合計いてそこに対してなんかみんなでライブやりませんかみたいな。 最初みんなバラバラに動くんだったら絶対にまとまった方が、まあ、見てくれてる方も喜ぶし僕らにとってもプラスだよねって話をしてたところからか次第にこう音楽をし、うんくん、まあ、と他の人が作ってたりとかうん、うん、僕としんくんが作ってたりとかっていうところから派生してってブリーカーにたどり着いたっていう。えそうだなえ、でも今は歌も歌ってるよねはい <laughs> 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 それはアメリカにアメリカに的はシンギングレッスンみたいなのあったんだいやあったんですけど、うん、それこそ俺は、うん、ダンスで行ったんでその行く前に、うん、なんかそのレッスンみたいなのあってで俺結構歌とかマジできなかったんで <laughs> やべえみたいな「やあきついな」みたいな「ダンスやりてえ」みたいな感じでやってたんですけど。 でもそのプロジェクト的にやっぱそのみんなでマイクを持ってやるっていうやつだったんではいはいはいマイク持たなきゃいけないんですようんでも俺歌うマジ下手だったんで「やべえチャンスね」えと思ってこれはもうラップだみたいな <laughs> あ,あそうなんだそれでラップ始めたっすねあそうなんだ <laughs> そういう感じだった <laughs> 歌えないからじゃあ俺は楽やろうっていうそういう感じだったんだえ結構ニューヨークに出てきてとか二人とも同じアーティスト聞いてたのバラバラのもあれば同じのもあったし<う>クラスは同じだったんであそうだったんだその毎朝授業の合間とかに二人でハイプビーストとかはい、はい、そういうコンプレックスとか永遠にニュース見るんですよ毎朝 <laughs> でこれがこうだっていう話をしてであとは一時期とかは放課後の後にそにやっぱ ニューヨークの双方のエリアとかとポップアップやってるんですよ。はい、カニエのポップアップとかリリオッティのポップアップとかトラビスのポップアップとかそういうのがあったら絶対とりあえず見に行くみたいな。超いいね、だから学校の後に2人で、うん、2> とりあえず双方の街出て、はい、服見るみたいな。それこそ俺頼んだもんね。あのラのあ「ライフ・オブ・パブロ」のアルバム出た時に <laughs>、うん、ポップアップがあって、うん、それ結構なんか音楽業界のグッズ のなんか概念変えたみたいに言われてるやつなんですけど当時そのなんかめっちゃ並んでて、うん、で僕たまたま休みだったんでそれ買って、うん、でシンんに渡してで当時多分イアンコナーとかルカ・サバットとかなんかそういうストリートでの若いインフルエンサーとかアイコンとかがみんなそこで出入,入りしてて<ー>みたいなそういうのは結構プライベートで。 やって、まあそういうのが終わったらレッスンにすぐ行くリハーサルに行くみたいな生活だったすげえなーーな,なるほどねえじゃあ何当時はやっぱカニエとか聞いてたのカニエ、うん、トラビスどういうアーティスト聞いてたのそれこそカニエは絶対だし、うん、あとトラビスがまだロデオはは、うん、はいはい、はいアルバム出す前と出した後とかエンタイロートで,でちょうどそれこそリアーナのエンタイっていうツアーがあったんですよはい、はい、それの 前座みたいな、うん、ぐらいのそのまあ、まだ前座でかかったけど全座,、うん、座みたいな。トラビスがと、はい、トラビスがリアーダの全座で、えー、で他にもチャンスザラッパーとかもまだなんか<の>メインステージいない時とか、まだ出てなかったん、ね。出てなかった時、だからそういうの結構あの2016年あたりってフランコーシャのブロンドとかケンドリッククラマーの。<laughs> アルバムとか、トラービスとか、と、結構名が。盤二千十六年はやばかったね。そう、名盤が出てる時なんですよ。うん、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 うん。その時、に全部生でラジオとか。もうテレビとかライブも行ったしね。か、ライブもめっちゃ行って。えー、めっちゃ行ったっす。<laughs> それ。そうなんだ。めっちゃ行ったっすね。ねすげえな。そっか、二千十六年にアメリカ言うのそりゃそうだよね。それはやばいわ。ちょっと、それが。全部変え。 人生ねだからその前とかめっちゃヒップホップ聴いてたわけじゃないけどその時期にいたからめっちゃヒップホップ聴いあまあでもそういうこと前から聴いてたんですけどなんかその行ってなんて言うんだろうなんかそのなんて言うんだろうねんかバーンみたいな。これがポップミュージックですみたいな。これがメインストリームなんだっていうのを。 すごいいい意味でもこうり込まれてるはい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 聞きたくなくてもドレークが一生ラジオで流れてワンダンスとかずっと流れてたもん,なんかい、ね、<laughs> それ時代だよねそうだよね <laughs> そういうことか <laughs> なるほどね <laughs> いやでもそういう意味で確かに俺、まあ、曲とかも聴かしてもらったけどすげえやっぱなんていうのやっぱ結構 ヒップホップだけどやっぱ新しいジャンルとかポップに近いような結構なんていうのノリがすごく良くて聴きやすいっていうかなんか新しいなんか若者のサウンドなっていう二人のそっから来てんのかなみたいな話聞いててありが間違いなくいろんな音楽触れてた、うんはいはいはい,はい、はい、なんかやっぱブリーカー大事にしてんのはやっぱジャンルってのも大事だけど枠、うんうん、ま,までそれって枠でしかないから分かりやすくするためやっぱいい音楽を作るってところはやっぱそこの時代 の生活から学んだことなるほどねすげえなえちなみになんだけどうもう結構いろんな19年にブリーカークローム結成はいですねそうですその時はもう2人が帰ってきた,たいつだってそれは帰ってきたのが2017年そうの夏あたり夏あたりに帰ってきて1年半後ぐらいはいはいはいえ 二人とももすすぐ東京に宮宮崎崎だよね地地元元はでであそうかグループで活動してから東京に帰ってきたのかそうなんですよなるほどねで二人とも東京にいたんだ元々三人だったよね元々三人だったうだだからそこはその彼ももともと同じグループあそうだったんだなるほどねだからで彼もラップもともとやっててで彼とシンクがニューヨークでラップやってで僕は普通にその時歌まあ歌一本って感じででそこが結構まあ仲良かった よくて本当はそこにもう一人まあちょっと名前出すとあれだからあれだけどでも彼もすごい今結構シーンで結構ポップミュージックの方でういうので彼も本当は一緒にやるよってやったんだけどまあいろいろやっぱり方向性とかもあるからそれで3人で始めようってなってそのきっかけがグループ始めようってやったっていうよりは「14」っていう曲が僕らの結構一個大ヒットになるんですけど。 それを作ったのが2018年の12月で、うん、で<ー>それがちょうど当時はブリーカークロームじゃなくてケンや、えっと、名前がまだ違ったからゆゆゆゆって名前で、はい、あともう一人マリアって、はい、ケンやゆゆマリアとか、うん、そういう3人の名前並べてライブしてた時ででも3人の曲ないから作ろうぜって言ってまあその。 今のバック d j でメインプロデューサーの b ロ o t のビートで僕がもともとソロで作ってた曲があってちょっとだけアイディアがあった曲があってそれをライブの前12時間前ぐらいにスタジオ b ロ o t の家集まってっこれで曲作ろうぜっつってでそれで,であそこでできたまあ,ある程度の形ができた曲で,14でそのままその日にライブ始めてしたのが14でへえその曲 で手応え感じてもうこれちょっとグループにしようぜ、はい、そういうことだったんだなるほどねえなんで14っていう名前にしたのタイトルはこれはシンクのアイデアっすそうだっけそう, <laughs> そ,う <laughs> そうだっけ言ってるや <laughs> アイディア出しじゃ本う,、ね、<laughs> う,うシそうだった<あ> <laughs> そう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 、ね、そうですねあのえっと日本とえっとそそれこそニューヨークの時差、うん あ、そういうことそうあー、なるほどね、14時間そういうことか、で、14なんだ14なるほどね、そっからあの名曲が生まれたっていう始まって、で、ブリカクロームにしよう曲線校なんだね、グループ線校曲線校だったっすね、でもそれがある意味良かったっていうかはいはいはい自然な流れで、こう無理に集まろうって感じでなかったまあ、そうね、うん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 。なるほどね、そう、それこそうんうんう意味だったの ブイロットの家でね家で当時の家で地下で作っていやーなるほどねそこからブリーカークロームが結成して、はい、でファースト EP がボーンアゲン、はい、これだこれはその14ができてじゃあグループで本格的に活動しようってなった時にじゃあまず EP かみたいなそういう流れだとそうですねもともと14できて、うん で、まあ、あるレーベルから声をお声掛けいただいて、あそういうことね。そしたら、じゃあ EP の方がいいよねってなって、はいはい,はいはいはい。って感じでしたね。うん、なるほどね。うん、その時点でもうすでにレーベルから声掛かってたんだ。そうっすね。すげーなありがたいことにいえー、なるほどね。え、ちなみに、ボンアゲンの中で一番なんか好きな曲とかあの2人のお聴きに行くと。ーーどうすんの <laughs> 僕は結構きっかけなんでうう 14,、ね、14。ま、うん、あ、やっぱそっか。 そうだよねでも当時僕ら結構「14」と「OneGunMidnight」って曲があってうん、うん、その2曲は結構大事にしてた曲だったんだ。うん、えその3人でなんかミュージックビデオとかも結構出してるじゃんそうすあれはあれももう自分たちですかそれともその時はもうあと「14」のミュージックビデオはえっとまあ B ・ロ、はい、ットと BUGDJ の B ・ロットが、まあ、メンバーのポートレーションっていう。はい まあスーパーパビンテージビンテージ T シャツ売ってるお店があってそこのまあメンバーでいた船戸さんっていうカメラマンの人がいてそこが結構もう普段プライベートでみんな会ってて<ー>で彼にディレクション頼んでただ僕らも意見すごいあったから<ー>当時そのテーマが結構「ストレンジャーシングス」。 はい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 、はい、影響を受けて、ね、あの B M X 三つ三台やってあーそういうことだったのかでなんかゆ夜夜から朝にかけての時間でまあ V H S とかも入っててあれだからあれ結構濃くてなんか全然使われてないシーンもあるんですけど全部で三日ぐらいかけて撮った三日かけたのうん。 だから結構いいん。めっちゃこだわって船戸さん自体も僕ら自体もある意味そういう駆け出しだったからそこのシーンではんて言うんだろう普通のディレクターの方に頼むと皆さん忙しいしやっぱりお金の面もあるからじゃあもうこの6時間でとか12時間であるじゃないですかそれがなかったから本当に DIY で愛のある作品いいね。 でも自分たちでそれね時間かけてやってたってことだもんね。なるほどね。すげえな3日間かけんな確かになかなかだわ。俺もミュージックビデオ1個3日間かけたことは絶対ないね。今までは。でもそれぐらいそっかこだわってたからああいうふうになったってことだ。一発目っていうのもあったしね。そうだよね。すごいめっちゃ。60万近い回ってるよね。結構重要な曲なんだ。重要な曲です。ああ、なるほどね。えでもあれだよね。その後すぐ活動休止しちゃったよね。

まず4月に「ボン・ア・ゲの EP が出て、うんはい、そのままシングルは出ずに、うん、8月ぐらいに、ま、ツアーで回ったんですね。でただ、えー、っとそれも成功したんだけど、ま、いろいろやっぱスケジュールがみんな詰まりすぎててはい、はい、結構その他にもあったんで、うん、結構そこで、ま止ま、制作が止まってま 止めなきゃいけないぐらい結構ビジーな時期があってでそのまま、まあ、1年が終わってで1年の頭の最初に、まあ、バーガーキングスっていうあ,あるじゃないですかハンバーガーさんのコマーシャルの案件があって <laughs> すげえなありがたいことにでもそれの後に、ねうん、まあ一人もう一人いたメンバーが。うん まあ、ちょっとその連絡つかない状況になってしまって。はい、はい、はい、はい。まあ、その。まあ、そういうこと。そうだね。うん。で、僕ら、結構。全然、俺のせいじゃなかった。いや、自分なん。いや、もう、なんか、細かいそれ細かいこと言えば。うん、うん、うん。まあ、もちろん、みんな全員の、それは原因が何かしらある。で、そうなってるから、それは間違ってもないし、僕もそうだけど。同じだけど。まあ、何よりも、その、まあ、ある日、その。パタッと連絡が。 答えちゃって僕らももうニューヨーク時代の中学校の時からの当家族同然の存在だからブリカクロームの活動云々の前にうん、うん、そもそも仲間として連絡が取れないっていうところが、まあ、あまりにも心配ででまあ例えばシンくん自体はもう大阪まで行ってえ ご家族の方コンタクト取ってみたりとか僕も仕事で行くことがあったらやってみたりとかするしいろんな友達のつてを探ってみたんだけどやっぱり連絡がつかなくて消息不明ってことどこに行くか分かんないみたいなそうへえまあでも結局彼はちゃんと大丈夫でただもうずっとそれが多分1年一年ぐらい続いちゃったんですよ連絡取れなくてどこに行くか分かんないみたいな2020年にそのタイミングで コロナウイルスもそうだよねあのパンデミックも始まっちゃって余計その立て直もう距離が離れちゃってうん、うん、立て直しもできない状況になっちゃってっていうのがまあその2人にしなきゃいけなくなっちゃったとこまで結構大変な時期だったっすねに結構今はしょってるっすけどうん、うん、結構やばかったで、ね、す。<laughs> うん あったね、どこにいるか分かんないのやばいねしかもずっと一緒にやってうん、うん、これからってとこだったでしょ、うん、でそそれこそそれこそそ,れこそ,その撮影終わって、うん、なんか一旦地元帰るわっていう連絡でパッみたいなあそういうことでそこから連絡と取れないみたいになって、うん、ええみたいな<ー>そうだからもうマジどう,などうしたんだろうみたいなはいはいはい,はい、はい、それで、うん、な,んかなかなか制作 できなくて、そうだよね。そっからだよね。そっからはい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 。ええ、アライブか。あ、ユウ出してアライブか。アライブ、アライブからかな。アライブからか。で、そうだからそのまあグループがう二人に二人でもう切り直うん、仕切り直そうってなったきっかけがあって、それが A.K. さん。 そうですね。AK69 さん。はいはいはい。それこそ、2019、18。えっと、シン君は19年にお会いしてて、僕よ最初だって語僕その時いなかったんです。何物語でライブはしてたけど、その後、市内に戻っちゃったんです。よ夜までいなかったんです。そう、マイケルは出たじゃん。出たけど、自分の出番あのレース名古屋で、 ファルさんポップアップヤーリンさんとかいるからそっち行っちゃってあそ,うそ,そう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 か <laughs> まあ、だってじゃあ時系列順に言うと <laughs>、まあ、2019年に「ボーンアゲインが出て、うん、でツアーもして夏に「ラミ物語」フェスに出させていただいて、はい、でその時しん君は初めて AK さんご挨拶しててうん、うん、で僕はえっと2020 20年の後半かな 20年の多分後半に初めて先輩の,あの紹介通して初めてスタジオ招待していただいて、うん、でそこで AK さんがあの、まあ、僕と SHIN んんと AK さんスタジオにいた時に、はい、ちょっとなんか遊びで曲作ってみようよっていう流れになって。えーはい、で そこにいた、まあ、メインプロデューサーのリマジさんの方がビートを何個も聴かせてくれてその中の1個目に流れたビートが「まあ、アライブ」のビートなんですけどそこでピンときてすぐ2人であの、まあ、フリースタイルでメロディーとかトップライン作ってそのまま曲が完成したのがきっかけで、うん、もう一回ブリーカーを、まあ、2人にはなるけど立て直その前も考えてなかったんだ2人でやろうとかは。 いやもう2人でやろうって僕は思ってたけど、うん、ただ、どうにかしてでもまだ可能性があるちょっとでも可能性があるなら彼をどうにか戻して3人でやりたかったっていう感情が多2人ともあたったからだしその時って結構壊滅的だったからいろんなコンディションがうん、うん、だからそのあんまやりたいけど先は見えてない状況なんです。なるほどね、うん 結構グループの大変なところはそこだよね。やっぱみんなである程度方向性がしないとこう、うん、バラバラになっちゃったりするも,もんね。うん、まあでもこう二人で実際に始めてっていう。で結構すごくね、だって2011年開始して、はい、でファーストアルバムってのか。セブン・サーティンで、これがあのー、この活動休止のことについて歌ってるのか。そうです。この題名が、うん、これもシンクル、ね。うん これも俺か。めっちゃ考えるやん。いいね <laughs>。それは。なんだっけ。あ、それこそ活動。休止っつうか、<うん S 1> その。待機抜けてからだよね。そう、その、まあ、もう一人のメンバーが抜けてから。から、それができるまで。十五日と。もう、これからの一日。じゃなく三百六十五。

プラスここから私に一日が始まる371おお<ー>数字なんだねすげえ数字好きなんだね <laughs> いやそんなことないですけど<笑><笑>すげえ数字好きなんだなみたいなこんなダンサーなのに理系なんだみたいな <laughs> そうなんだいやでもすげえめっちゃなあれだよね意味があって 超いいよね。なのでね、それがね、2 0 2 0去年か。去年。出て。去年か。去年、まだ去年。えやばくね ?3 月か。この1年すごい長かったですよ。やばくねうん。え、それやばくねえ、それやばくね今気づいてる。今気づいてる。確かに。1年やばくね長い。長いね。確かに。クソやばくねいい1年ってことです。そういうことだね。やばいわ。 そうなんだ。結構長く感じた。やっぱ声一年だったんだ。三年ぐらいの。でも確かにリアルに二年ぐらいなんか変わんないし。変わらない。いまあまあ細かいけど膝向けとそこはね。でもでもそうセブンティーワンは結構だからそこまでの二年間の葛藤もあるし、まあもう一人の彼に向けたメッセージもあって。でもそれが出て。 すごい良かったのはそのあとにすぐ Spotify さんの「アーリーノイズ」っていうまあ毎年全ジャンルから10組まあ全ジャンル含めてシーの中から10組だけ選んでそれを Spotify がまあ無償で。 1> 1年間サポートすするっってていうプログラムがあってえー、すげえげ世界各国でもあって日本アーリーノイズっていうのは日本だけで各国ではレーダーっていうんですけどだからアメリカだとキッドラロイとかピンクパンスレスとかいろんな人が選ばれてるプロ結構でかい僕もずっと狙ってたもう何年も3年間ぐらい狙ってたプログラムがあってそれが「ブリーカー」でどうですかっていうお話をいただいてこの「セブサティファン」だってねすげえだかからら本当に一発目からまた すごい神が味方してくれたっていうか、本当その AK さんを招待してくださったスタジオの日からすっごいいろんなことが回って、周りに回って、すごいいいスタートにはなった。すすごいね。一年間サポートしてくれるんだ。え、それのう生活かなそういうことじゃないですけど、どういうこと例えば、あの、ま、Spotify。 でそういう、まあ、DSP って言われる音楽配信サービスって CD っていうかフィジカルがない分、うん、プレイリストに入ることがすごいやっぱ重要視されるじゃないですかそのプレイリストがもう積極的にアルゴリズムに組み込まれるんで<ー>その Spotify の公式のエディトリアのプレイリストにめっちゃ入るみたいなあすごい上の位置にいくっていうのとかあとはこう無料で広告が たくさんアルバムとか作品シングルが出るたびに打ってもらえたりとか、やば、Spotify さんのやってるイベント、そういうことか、があったりとか、僕らだと YouTube も出てるんですけど、Spotify さんのドキュメンタリー、ディガクのドキュメンタリー制作とか、結構手厚いすごいね。プロモを全体的にやってくれるみたいな。全体的にやってくれる心強いプロジェクト。はいはいはい。そう、があったって感じ。すげえな。それやばいね。マジやばいです。 s p ファ i f y のワールてやばくねありがたい。すげえな。ま曲がいいもんね。普通にね、まずね。ありがとうございます。なんか、なんて言うんだろう。新しいサウンドだよね、すごくね。なんか、感覚が鋭いのかなって、めっちゃもう音楽的な。うん、なんかわからない。上からになっちゃうの嫌だけど。えー、すげえ。嬉しいです。やばいよね。え、で、しかもあれでしょあのー、テニスの王子様の初代歌になってるんでしょそう。I can fly。やばくね 聞いたけど。すごいね。あれ、いつぐらいだっけそれも同じタイミングです。同じタイミングだ。もうだから、4月か。はいはい。うん。に出て。へえ。それこそ、いつだっけ一1週間前だっけあ、そう、それこそ、いや、2週間前じゃないです。まあ1週間も経ってない。1週間ぐらい。一週間ぐらい。先週末、そのテニスのおじさんのイベントがあって、横浜アリーナで横アリで。 ツーデイズ三公演で歌わせてもらったんですけどやばいね、まあ、やばそうだよねえ武道館とかもやってるでしょあれいいな武道館すごいよねえそれはどういうあれで話せるかどうかんだけどどういうあれで来たのまあ一<れ>年だからそのリリースの1年前からね話が来てて そうだっけそうだって納品したのが1年前だ。あそっか、キャンプ1年前から話きてて、決まってて、タイアップが。でも1年前から用意して、楽曲をすぐ完成させて、で、納品して、1年待ってその1年後出た。1年待ったんだ、しかも。え、もう1人フィージングしてるよね。そうです、吉木江崎。吉木江崎さん。それこそその時に一緒にいたれる。 レベルが一緒で,でそ<う>あーそういうことか y o s, そ<の> <S ヨシキさんのレーベルとブ<ら>リカのレーベルが一緒だったんだ僕らはまだ一緒の同じそこなんですけどああそう一応同じところだ<う>はいはいはい、はい、でも y o s 君もそこにいてはいはいはい、はい、でそこでセットでお話をいただいてなるほどねであれを作ることになってなったとへえすごいね武道館な横浜アリーナってすでも何よりもやっぱり大変だったのはすごい歴史あるアニメではいまあそうだね 私すごいファンの方も多い作品だから結構僕は個人的にその昔の主題歌の歌詞とか聞いてみるんですけど寄せようと思ったけど結局は多分新しい風っていうか新しいバイブスが欲しいから僕らに声をかけていただいてるからやっぱありのままに作ろうってなってでもやっぱり同時にアニメの曲だからうまくその まあ、トラップの要素も入れてるけどうま、はい、くそのなんていうんだろうみんなが聴けるようにするっていう作業だったからすごい勉強になったさ、はい、なるほどねえ作るときとかなどういうの意識すんの曲作るときとか,か俺はもうビート聴いてうんそんまますそんフィーリングだピシッ <laughs> アーティストやで、こういう感じだ、聞いてこれだみたいな、あそうなんだ、ビート先行だ、でも、そうっすね、ビートに合わせていく感じだ。え、最初にやっぱメロディーラインかか出てくるのそうっす。ああ、なるほどね。でも英語できるからい,いいよね、2人ともね、そうっすね。やりやすいでしょ、多分 <SS> やりやすいす。だってみんなさ、日本のアーティストとかもさ、英語入れたいからやん、やっぱどうしても。うん、多分何、メロディー組み込みやすいのかな、ちょっと分かんないけど、フローしやすいのかな。あと、多分 母音とか強いから結構言葉がヒットしたりとか、うん、あとそのスープを吸うのかなめっちゃ埋めれるじゃないですかはい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 確かにそれかもしれないです、ね、<ー>でも英語を喋れていいことって英語入れ,れることもなんですけど、うん 英語っぽく聞こえる日本語を見つけるのもできるじゃないですか。はい,はい、確かに確かに。で、インの踏み方も英語と日本語も踏めるから、確かに。結構それ楽じゃないですか。うん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 そうだね。気がする確かに英語できない人だったら、日本語英語で日本語イン踏むみたいな感じじ外来語で横文字で踏むし、うん、それもありだし、それにプラスで踏めるから。確かに確かに。うん、そうだよね。バイリンガルめっちゃ強いよね、そこはね。なるほどね。そくそっか。え、その後なんか。 タイにレコーディング行ってたよね。あ、そうか。超楽しそうだった。タイどうだった最高って。フリーカーで意外とニューヨーク以来の初めての。海外。2人で行く海外。ええ。なんでタイにしたのタイ、なんでだっけヒップホップが熱い。確かにね。まあ単純にそうだよね。単純に。確かに確かに確かに。やっぱ、そう。間違いなくそこを。

えー、すげえなそれなのにレコーディングするために行くのもう何も準備しないでレコーディングするのどういう感じで行ったの,のそれこそ2回行ったうちの1回目はまず「ChromeSeason」っていう EP が去年出たんです6曲入りのそれの制作のために行ってはい、はい、その前にもともと「Ignite」っていう1曲目の曲と3曲目の「c マ m ン a g a i n っていう曲はある程度ちょっと,と下書きがあった状態で行って。 でそっからもうついて大丈夫ですかついてついて1日目からまあ撮り始めてはいって感じだったっすなるほどねでも2回目はまじまっさらな状態って言ってその場のフィーリングとかで曲を作るみたいへえタイどうでした実際行ってみてどうっすか最高でした最高だったシンクに関しては最近ローリングラウドを見に行ってるかえローリングラウドも行ったの行きましたええ。見に行きましたどうだった やばいっっす誰が一番やばかったマジ選べないんすよね選べないか <laughs> <laughs> なんかそれこそそのステージ的にみたいなそのステージパフォーマンスで言えばやっぱクリス・ブランとかスウェイリーとかヤバかったですけどそれこそどんだけ盛り上げたかみたいなので言ったらデストロイ・ロンリーとかあと誰だろう 誰やばかったまあでもなんかこの4人ぐらいかな結構とかみたいなめっちゃ盛り上がってたんだもう一番前まで行きました <laughs> 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 一番前に行ってなんか一番前行ったら <laughs> そのみんなもうギュギュなんでこう水 配るんですよそのスタッフの人がそうなんだそうねんか塀みたいなのがあってそこに座ってそのボトルもらって欲しい人みたいな感じでみんなにあげるみたいなやってたろどこの回し者で悲楽しいねそれで最高みたいな前で見れるのやばいねそんなでかいティスしかも超やばかった

ために言うとでかいフェスがアメリカのどれまエルじゃないあのカリフォルニアじゃないかあカリフォルニアなんですけどカリフォじゃなくてコチラバリっていうコチラバリだそうかそうかどこにある超でかいフェスねローリングラウドとどんぐらいでかいどっちのほうがでかいんだろうってか多分コチラが世界的に結構でかいそうまそうそうそうあと全ジャンルなんであれコチラって全ジャンルなんだ全ジャンルですえ元々カントリーとかねでも多分大元は多分結構そっちとかそうだよねうん オールジャンルなんだね。俺もエレンに行った時にみんな言ってたわ。そう人がこちら行ってくるみたいな。こっちは誰がやばかったこちらそれこそ僕的にトップは唯一泣いたのは泣いたろそう。泣いたらメトロブミ。ンえぇー。h e r o e ー a ー d Bilends。最初、もうアルバムの1曲目ら始まるんですよ。で、ジョン・レジェンド出てきて、で、ストリングス。 横にバイオリンとか弾いてる人たちがいて。すげえな。で、みんな黒ずくめで、はい、その。ステージの一番上から。メトロブーミンが。出てくる。その時の。何万人ものお客さんの歓声が。彼、プロデューサーじゃないですか。確かに彼、歌わないのに。確かにそのプロデューサーの彼がそこまで。 こちらのその日の鳥というか、勤めてるっていう事実にすっごい感動して、その時、ウィーケンドとか、誰来たかな <laughs> パフダリー、ウィーケンド、ジョン・レジェンド、ドン・トリバー、トゥニモン・サーベージ、フューチャー。うん、すげえよな面々が出ますね。それすごかったし、あとパフォーマンスは、うん、やっぱロザリア。ロザリア がロザリアはなんか演出もパフォーマンスもすごいうまいしパフォーマンスがうまい上でちょっとフリースタイル感出,し出す余白も出してたから、えーまあ、あとフランコーシャンフランコーシャンねフランコーシャン俺もその時ちょうどローリングラウンド行たんで見れないじゃないですかフランコーシャンそれこそなんかストリーミングは出さないみたいな言い出してあそうなんだで見れないライブ配信しない,いなあそういうことで えみたいなって、それはきついね。見たいもんね。見たいじゃないですか。でめっちゃ調べてたら、なんかそこにそれこそ一番前にいる女の子がインスタライブであげるみたいなあって、でそれがなんか結構バズってて、ツイッターとかでで熱みたいな。それで俺はこう道端ホテルでこうやってあやばい。 たまに止まるみたいな通信会みたいなそうなんだその人すげえなその人マジでそれこそ誰だっけな DJ アカデミックかなんかすごい向こうのんかでっかいメディアみたいなが上げてたその子のことをあその子のことを記事としてすげえおもろいね それで有名になるのもすごいね恐ろ,しい恐ろしいねインスタライブそこまで来たかみたいな <laughs> 確かに <laughs> すごいねやればよかった <laughs> 俺も。 フフラランンマジやればよかったンのファン絶対好きじゃん確かに確かにやってやってたのなかちしかもめっちゃ前だったんですその時何か関係者パスもらえてすっごい関係者エリアだったんで間まえてそれこそリルナーズとかが普通に「ちょっとごめんね」つって通るみたいなぐらいそういうエリアで前だった んで僕2時間前からスタンバイしててそれインスタライブしたらそこ有名でしたねそうなんだ,だそれどころじゃないぐらいライブやばかったやばかったんだ、うん、えー、でもやっぱ音楽好きなんだね2人ともすごいねすすそっかおもうで1時が取ったなるほどなえちなみになんだけどなんか曲を作るプロセスだったりとかはどういう感じなの、うん それどうすん結構日本で作ってた時はそれこそビタミンビタミン東京ビタミンはいはいはいシャラトゥビッのスタジオに行ってみんなで集まって作ることが多かったですねそれこそがスタジオまず入ってまあビートをとりあえず あるもの既、うん、にできたものっていうのを、まあ、たくさん聞いてってでその中でその時の一番フィーリングに合う、うん、ものを選んで作る、うん、まあ結構そのこの曲を今日やろうってやる時もあるけど高い確率でそうやってやるよりもその時の自分の人生の起きてることだったりとかその時の上がり下がりってあるじゃないですか人間、うん、そのバイブスに一番フィットするものっていうのあか。うん にを選んでそれでその感情トップラインだったりとか歌詞の載せてくっていう作業が結構多いかなっていうのはあるですね、えーはい、でも例えば「ブリーカ・クローム」の曲だと,、まあえっと「カマゲン」っていう曲があるんですけどうん、うん、これは m フローさんの2001年の名曲の「カマゲン」って曲のサンプリングなんですけど<ー>これも「ビタミン」のスタジオで、えっと、下書きはできたんですけどうん、うん、それは。 元々ちょっとそのビートから選んでやるのと違うパターンで言えばその曲でまずスタジオ入ってまあ僕がアイディアとして日本語のまあ90年代後期ぐらいのティンバランドみたいなビートとかちょっとこうブレイクみたいな楽曲がドリルのハイハットのリズムに合うよねみたいな話から始まってじゃあドリルじゃあそれ作ろうってなって。 ですぐその場でそのアイディアを聞いてくれたビーロットが2曲用意したんですよ一つがもともと僕はカマゲイン合うなと思ってて、うん、合うと思ってたのがカマゲインとミーシャさんのエブリシングだったんですけど<ー>とりあえずその2つをビーロットがすぐ作ってくれてすごくねいやもうすごいすぐ言ったアイディアをすぐその場ででそこでまあ明らかにカマゲインの方がやばくてうん、うん、じゃあこれにしようじゃあそしたら次僕らの役目は。 まあトップラインとかまあトピック話してからトップラインを乗せていくっていうところだったっすね。あとその同じ日に生まれた曲でいうとそれもこれも「ChromeSeason」の EP、うん、あと「 最近出た「ChromeSeas 1.5」でヤンココさんリミックスに入ってもらったんですけどその曲の作り方はもともとビートスイッチの2部構成なんですよ曲が最初オーケストラのストリングスから始まって1分半ぐらいそっからイジのビートに切り替わるんですよやばいねそれ結構熱いなって感じ当時あんまビートスイッチもなかったしあれのできた経緯はもともとあったそのストリングスのループに対して それを流して僕がとりあえずメロを作るである程度僕のパートは僕のパートとし一曲そこにはできたんですよ<ー>でもそっからビートチェンジはまた別で作ったんですよへえ<ー>。だからそれを後で移植して一曲になったっていうやばいね感じで僕は歌だしシンクラップだし、はい、その特性をうまく生かしたのがあの曲でだからこう そうねなんかラップやってる人はラップやってる人の特性もあればうん、うん、歌やってる人も歌やってる人の特性があるからああそ,、ね、そこをうまくなんだろう無理にお互いがお互いにのスタイルに寄せるっていうよりは、はい、ちゃんと分けてビートスイッチにしたのがすごい良かったところそういうい作りり方もありますなるほどね、うん、えちなみにだけど歌詞とかはやっぱそのメロディーラインを書いた後に歌に結,結構対照的ですよね。うん 俺はもう結構、結構、わーって言う。フリースタイルみたいな。結構早い。ええー、すぐ、どういうふうに、だ例えばさ、メロディーラインがあるじゃん。ねなねみたいな。うん、そこに合う言葉を作っていく感じだ。どういうこ吸なんかそれこそ、なんか日常で結構書いてること使うあるんで。あ、ノートにそれにはまる言葉とか。へ、はいえー。こう、パズルですね。パズルのように。あ<ー>さあ。 やっぱ日々のメモ重要だ。重要すね。確かに。めっちゃメモしてます。僕もやるすめっちゃメモします。違う。それ超重要だよね。そうか。歌詞を書く人としてはさ。そうです。マジで。じゃあ結構早いんだ。結構早い。マジ早いです。えー、どんぐらい書いちゃうのバースとか。どうだろう。どんぐらいだろうね。曲によるすけど、マジ早いやつとかも全然30分とかもないんじゃないですか。マジで30分必ず書けるんだ。 で書くってなったら多分もっと早い時とかあるっすねす。<な>マジで撮るのも入れたらまあ損壊なのかもしれないけど。30分撮ってだから。すげえな。曲による、曲による。マジで曲による。あんま分かんないっすね。え,ーえじ、結構違うかんのケニョ僕かかるっすね。なんかトップラインはめっちゃ早いんですけど、歌詞は結構考えちゃうから、えー。へぇ。だからこの前タイ行った時に。は,はいはいはい。 僕ら全部機材をインターフェースマイクとかスピーカーとかもろもろ全部をスーツケースの中に入れて梱包にして2つ3つぐらいのスーツケースも入れてプロデューサー B ロットと FOX と A&R のスティーロさんと僕とシン i n ま君この人数であとカメラマンで行ってホテルの中に全部セッティングを組むんですよ。すげえなその時とかは 2週間ずっとほぼ缶詰状態ホテルでマジ朝から晩まで作ったんですけどそれでできたのが最新のアルバムの「ChromeSeason1.5」なんですけどんんその時はみんな同時に作るんですよ曲を。<あ>そういうこと違う曲をってことそうだから一個スタジオメインスタジオみたいな部屋があってそこで基本フォックスがエンジニアとしてやってて誰かが撮っててはい、はい、その横で別の部屋では B ロッドがビートを作ってて例えばシン君が撮ってるんだったら僕は曲を書くし。 なるほどねそうだから同時進行で回すっていう作業も僕らはしててすげえなそれそれうだからその2人がすっごいビーロットとシン君がすっごい速いから僕はそこをとりあえず食らいつくっていうだでも人って別に速い遅い両方とも良さはあって <laughs>、うん、そうだよねただ納期とか、まあ、デッドラインがあるから速い方がいいっていうけど速、うん、いのもいいし遅いのもいいからだから遅い人は遅い人で自分のその。 なんで遅いのかっていうのが例えば歌詞なのかトップラインなのかっていうのが、うん、それもなんだろう歌詞でじっくり考えてるからとかやっぱあるからなんか一番自分の最適な方法がそれならそれで僕はいいかなって思うタイプであと結構僕らはそのううう海外のバイブス感じながらもうん、うん、例えばちょっと行き詰まったらプールサイド行ってプールサイドで歌詞書くとかそういうのもあったし逆にもう追い込むところは結構。 こうもうみんなボロボロになるまでやばい時とかもうなんか誰かレックスしてる時に寝て誰か起きてみたいなとかすげえな結構すご,くすごかったっすよねあれねそれを2週間やってたんだ、うん、2週間合宿やねもうそれねえ毎回そういう感じなのなんかプロジェクト出すって言ったらいやあのそれにしたのは「ChromeSeason」の EP <ー>去年の9月からでああなるほどねまあ海外で作るっていうところあそうだね確かに やっぱ東京で見たものだったりとか得たものっていうのを海外一回その離れた場所から感じるってこともすごい大事だったですねなんかやっぱ場所ってすごい大事だと思ってて確かにその例えばなんでウエストコーストのミュージックがあんな音になるのかっていうのは気候があるし日本と全く真逆で日本ってすごい梅雨とかもあるしやっぱ湿気がすごいんですよ。うん、確かに向こうってカラカラでうん、うん 日中は暑いけど夜は寒いとかそこがすごい関係してるしあとはやっぱトロントのミュージックがすごいその浮遊感があるけどドラムとかベースとかが強かったりとかシンセサイザーが浮遊感の要素としてたくさん入れられるっていうのもやっぱり寒い気候だったりとか都会ですごいダイバーストすっごいこう狭い中に こうあるから韓国もトロント音楽と似てるのが多分そこの共通点があるからだし東京も東京でその特性があってなんか僕のファン的な目線で言うとフランク・オーシャンの「ブロンド」ってアルバムがあれってすごい温かい音楽に聞こえるんだけど違和感があるのってあれってロンドンとかでも撮られててレコーディングされててでもプロダクションは結構ロサンゼルスだったりするからその真逆なところで作られてるのが。 ああいう雰囲気を生んでてでブリーカーもブリーカーの作品でやっぱ東京でたものを海外行ったりとかして吸収したものをアウトプットするっていうのはまあそういうところに似てるのかなはいはい、はい、なるほどねす,すげえおもろいななるほどね確かにそうちゃんと二週間二週間時間を取ってまた場所を違うところを作ってやるっていうのは結構ありかもしれないよねやってる人とかも多分いると思うんだけどそう,そ,う映像とかそれなるほどね、うん、すげえな なんかあ,あれだねい今の時代のアーティストって感じするよねすごくなんか機材さえあればもうそうだよね、うん、スーツケースの機材でやばいもん確かにすごいねすごい,夢があるい確かにでもアメリカとかで育ってるからやっぱそういうのもあんだかもね海外に行く抵抗感ないというかそうっすう確かに,確かになるほどねそっかえちなみにちょっとあのプライベートな質問ちょっとしたいんだけど <laughs> なんか二 <laughs> <laughs> 人が好きなアニメとかアニメとか見る アニメアニメ僕らあんま見ないかもしんない<画>見ないんだ。漫画は昔ちち、僕、あの兄貴がいるんで、うん、なんか兄貴が漫画読むの好きで、うんうん、それで読んでたっすね。あそうなんだ。一番好きなのは、アイシールド21っす。アイシールド21、やばい。<laughs> アイシールド21、俺も好き。<laughs> そこ行くんだしかもいや最高だねですがデビルバットいや確かに俺めっちゃ好きだわあれを知ったアメフト知ったわかんないアメフトっていうスポーツ俺あれを通して初めて知ったからそう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 そなそうそうそう たまに見るぐらいです例えばどういうこと変だえなんか変なのっていう癖あるのなんか日常っていうアニメがあって原井圭一さんって人が書いての、うん、なのかな結構オタク系の、うん、あれと,あとおいしん坊ってわかりますあはい知ってる80年代後期ぐらいただの無名アニメなんですけどそれ好きっすね <laughs> センスが変わってるすげえでもあと作品たくさまは好きんでテニスのおじさまはファーストシーズンもチェックしたし最新のもチェックしますおテニスのおじさまねやっぱそういうきっかけがあると愛着は湧くそっかでもあんまりアニメは見ない見ないんだへえなるほどねえ映画とかやっぱドラマの方が見るじゃああそうっすね雑誌雑誌見るんだ雑誌の方が見るかもしれない雑誌ってこの マジでだし、ああそういうこと？昔の90年代の ID ジャパンとか、2 0年代90年代後期のアサインっていう雑誌とか、はいはい、キューティーズ雑誌とか、あと2000年代だとセンス、フルーツ、あと最近だと H っていうロックンジャパンが出して増刊号があって、はいはい、その H って雑誌をめっちゃ見てます。何の雑誌なんそれは？音楽の。

はい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 映画とかはよりは結構紙最近めっちゃ好き紙が好きなんだこの時代紙珍しいねうん周りそれこそ僕らの周り多い紙見る人多い本も持ってたもんだってね確かに今日持ってたしってたねなるほどね僕らの周りは結構みんな雑誌コレクションしてて雑誌コレクション雑誌をバックナンバーでめっちゃ昔の集めるっていうすげえなでもそこにマジでヒント隠れてて あそうなんだそれねファッションとかってことァッションライフスタイルとか音楽もそうだしう例えばなんかヒップホップの雑誌とか見るとうん、うん、まだヒップホップがメインストリームに行ってないっていう程度話がされてたりとか,あそ,っかそこよりも一つ時代交渉変わってちょっと進化してたりとかでもそうなるとここからここまで行ったなら次こっからそ,そういけるよねとかうんヒントはすごいあるなるほどね、うん、うわ昔の雑誌っていうあれはなかったな結構熱いですよ、ね、それ熱いね なるほどね。SNS にも載ってないし、俺<は>だよね。僕は成できないから。僕は、うん、最近読んでる本があって、うん、ベストベストナードフォーエバーっていう。ベストナードフォーエバー。ななまあそうナードなんか多分多分向こうそれこそ向こうのアメリカとかのか小学生とかぐらいかな中学生ぐらいかなのかなが読むような。 小説を一人でこうやってバレないようにバレないようにバレないように言てた確かに言うたのちょっと中学生のやつだからちょっとちょっとああバレないようにあれから中学生日記みたいなやつんかお兄ちゃんグレゴリーみたいなグレッグのダメ日記違うやつだグレッグじゃないかストーリー・オブ・ウィンピー・キッズってだそうだか主人公が死んじゃってみたいいきなり死んじゃって幽霊になっちゃうんですけどそっからなんかその友達とか <laughs> なんかそれ、その、なんつ。どういうこと? <laughs>。言うようになっちゃうんですけど、<laughs> <laughs> その友達とかを、なんつうんだろう。こう、友達観察するみたいな。変態。そうか、の話ってことか、そう。いや、違

ありがとうございました。ありがとこれからなんかいろいろリリースとかも予定入ってますか？そうですね。まだまあ制作中なんですけど、うん、まあまずはやっぱりこの前出たクロムシーズン1.5ニューアルバム聞いてもらいたいし、そうです、ね、プラスうちのバック DJ の B ロットのアルバムが本当もうつい、うん、この撮影の24時間前かな？そうか。なんでフーズ B ロットこれもブリーファクロム2曲と僕ソロケンヤとして1曲入ってるんで。やぜ<ー>。ぜ。<Is there? S 1> まあでも。 深こっからもたくさんアウトプットするしはい、はい、ニューミュージック期待してもらいたいなと思いますヤンヤン1.5皆さんチェックしてください深井プリーズヤンヤことでまた次のエピソードでお会いしましょうヤンヤンピースヤンヤンピースアイス